こんにちは。第12回宇宙ミルキー化計画、ミルキーナオです。実は私ちょっと寝違えてしまいまして、首が右は結構いく、ここまで行くんですけど、左はここまでしか曲がらないです。はい、そんな寝違えてる私にニャーニャー言うのね。はい、で大体 4、5、6月のどこかで、まあ、2、3回寝違えて 2、3回腰をぐりってやるんですけれども、なんか関係あるんでしょうかね。ということで今日は寝違えてる時に有効だよといろんな人に教えてもらったストレッチをしたいと思います。ぜひ私みたいに寝違えて大変だよっていう方、やってみてください。まず1つ目、腕を上に伸ばします。はい、だいたい20秒間ぐらい、15秒から25秒ぐらい、はい、ちょっと待って、20秒ぐらい伸ばします。はい、これをだいたい20秒ぐらいの3セットやるんですけれども、ぐーっと上に伸ばします。はい、これがまず1つ。そしてもう1つがこういう風に腕を、わかるかな、カクカクっと曲げていただいて、それを後ろにやります。あ、こっちは結構大丈夫。はい、これをゆっくり後ろに上げてというのを戻して、ゆっくり後ろにやって戻してというのを、まあ、10回ぐらいやりまして、こっちも、あ、こっちの私やばいですね。ぐーっとこの状態で後ろにやります。はい、これが2つ目。もう一つあります。手をですね、わかるかな、ぐーっとぐーっと後ろにで行くところまでで、だいたい15秒から25秒、1、2、3、4、省略して25秒。そしてこっちのが大変、ぐーっとこっちも後ろにぐーっと、 あんまり上がんないですね。後ろに行けるとこまで行って20秒から25秒。はい、でできるだけ肩甲骨をぐーっと寄せた方が効果は高いそうです。大体寝違えたりするっていうのは、まあ、肩甲骨とかこの周りの筋肉が弱っていたり、またちょっと柔軟性に欠けてたりするらしいので、ぜひやってみてください。寝違えた時のストレッチ法でした。中には、まあ、ストレッチは良くないとかいうところもあるんですけども、首の直接のストレッチはあんまり意味がないそうです。腕を動かす方が寝違えた時のストレッチにはいいそうです。はい、皆さんもお気をつけください。まあ、短いですが、今日の宇宙ミルキー化計画以上です。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。